毎度フローターパイロットのヒロボーです。これからまた野池でプカプカしてみたいと思います。今回はスピニングを持ち出す必要はないんですけども、スピニングで大きい魚を釣ってみたいのでスピニングも用意してみました。ヒロボー行きます。気になる氷水温は31度です。今回使用しているルアーがダイワのスモールラバージグですね。スモールラバージグとトレーラーにロボワーム4インチを使ってます。こんな感じでセットして使ってます。ウェイトの方が 6g です。はい、スモールラバージグどうぞ。はい、スモールラバージグ、抜群です。よいしょ、入ったり、やってみて。スモールラバージグ、見ていて。はい、スモラババスです。ありがとうございます。ダイビーうふやったね。おお、食った。よっしゃー、スモラバ。おお、低い低い低い。おお、低い。おお、低い低い低い。おお、低い。よっしゃー、スモラバ。はい、スモールラバージグでした。よいしょ。はい、バスカありがとうね。はい、サンキュー。ダイビー。はい、大丈夫か？大丈夫か？ダイビー。行っちゃって。なんとかスピニングで一本釣ることができました。ただ単にドラグオンをギーギー鳴らしたかっただけかもしれません。スピニングで釣るのはやっぱり難しいですね。それではまた別の野池に行きたいと思います。ご視聴おきに。よしよし。
首元でゴソゴソすると思ったらカブトムシのメスがいました。びっくり。カブトムシのメス久しぶりに見ました。すごい。